a new day, and nothing's really quite going your way. Got bad news, that's confusing. You got sad news, that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared and not fine. You feel unprepared with no signs. Will it be alright? You just gotta fight. What about things happen to the best of us? It seems like they should be. Hi guys, welcome back to my video. Today we're going to react Baki Hanma as a pro hero. Enjoy the video.生まれてしまった悪い癖、芽生えてしまった。目の前に差し出された両拳、その意味するとこに理解した。体力勝負であることを古代人は救いがたき暴欲、結果瞬く間に体力この後に及び、技による勝利を拒否。ボルのとく水が低きに流れるごと、力比べの最中長きにわたる新旧、確かに感じた敗北への恐れ。古代人は武器を手に、ピクルの勝ちです。でした。我々もそう思いました。まさか最後の最終形態。勝負はここからだんだよな。それを古代人ピクルが、まさしく異形。君のエリアに、どこにも、君のこの距離、この場所で友情に向かえ。戻る。見るともなく見渡す目つけ、さりげない足の配置、自然に任せてから受け継がれる戦いの技術、俺の中に息さ。確かにピクルを支えていない、この連鎖。説明。こんな
強敵、俺は何を投げ出してみ、近づく左剣、何をするのだろう、何ができるのだろう、さばき、どうする。おわな、くせぐでもなくかわすでもない、拳は打つ、すでに打ち込まれていなければな、さ敵の動きに追い、勝手に導かれていなければならない、だからこそあのピクルと打ち合える、だからこそ最強の自分が追い込まれている、効かない、大きさの有利、力の有利が効かない、なんという技術の威力、古代人は戸惑っていた。そしてあのピクルが避難しているの、そのピクルがバキさんに追いついている、言ったろ、どこへも行かないから離れないと、絶命的格闘技という文明の力で克服、埋めがたい筋力差、今や勝利目前、Thanks for watching and see ya!